こんにちは中村優子です皆さんこんにちは日経ビジネスの西岡安奈です日経ビジネス10月16日号の特集は半導体接続戦10兆円列島改造の賞賛ですこの高齢通は高齢直後の日経ビジネス編集部からお届けしていますでは西岡さんにお話を伺います高齢お疲れ様でしたありがとうございます、えー、タイトルにもありましたが雪辱戦であると、はいはい、あの国上げての半導体日本復活はどうなるんでしょうかあはいあ、はい えっと、あの今おっしゃったように「復活」という言葉をおっしゃっていただいたんですけど、うんえっと、日本の半導体の産業の,あの世界シェアっていうのが1980年に、まあ、5割ぐらいだったんですけど、うん、1> 今、えっと、1割以下に下がってしまっていてただあのやっぱその状態,状態にあの政府もこう、まあ、企業ですけどまずいっていうふうに思っていてプロローグでもちょっと書かせて頂い,いてるんですけど、うんえっと、今日本のこう半導体産業の投資が10兆 以上まあ、10兆円規模があるっていうことですごいまあ驚いたんですけど政府もここ2年ぐらいで2兆円ぐらいを投したりとかっていうことで、まあ、死に物狂いであの今こう、まあ、世界的なこう半導体の存在感を、えー、とまあ はめていこうというふうにやっているっていう状態です。うん、で、まあ、その一つがラピダスという感じ。ですね、はい、ね、あのラピダス、そのニナのサイズの半導体。はい、まあ、具体的にどれぐらい中っていうのは見てもわからないんですけど。はい、まあ、ニナのサイズの半導体を作ろうとしていて、はいはい、設計はできていても、具体的にできてもいるんですか。はいはい、もの自体は。そうですね。えっ、ー、と、なんか I. B. M. が、あの、設計自体は終えていて、はい、で、まあ、あのー、その世界で初めて、あの、ニナのサイズの。設計ができましたということでやってるんですけど。うん、まあ、それがこう I. B. M. ってあの。あ 設計はできるんですけど、こう量産体制は持っていないので、うん、まあ、そこをラピダスにぜひお願いしたいというところで。うん、あ、が、あの、まあ、今回のこのラピダスという会社が、えっ、ー、と、まあ、作られた発端ということになりますね。ね、うん、そうですね。はい、あの、そのラピダスの小池社長に、はい、インタビューされたそうですが、はい、どんな方だったんでしょう、はい。そうです。あの、まあ、アメフトやってらっしゃるという、現役でもやってらっしゃるというのもあって、うんうん、すごい非常にこうエネルギッシュな方で、うん、あの、まあ。 あの年齢は70歳ぐらいでいらっしゃるんですけどすごい目がギラギラしてて、うん、でラピダスっていう会社自体もやっぱりあの日本がすごいこう半導体がまあ元気だった時代に。 いらっしゃった方が、やっぱりもう一回こう日本で半導体をちゃんとやりたいって言うので。集まっていらっしゃる方も多いので。まあ、すごい、やっぱ、あの、まあ、これは個人的ですけど、多分。小池さんにこう似たような、こうギラギラした方が、結構ラピアスという会社にも入ってきてるのかなという感じはしました。そうですね、熱い方たちが多い会社なんですね。はい、すねいはい、では、最後に伺いたいんですが、はい、今回、雪辱戦です。はい、はい、西岡さんが雪辱を果たしていもの、ありますか。はい、これは、あの、すごい非常に恥ずかしいんですけど。うん、大学がサッカー。 クラブだったんですけど、うん、あの全然勉強しないでもうすごい疲れて。 教室にたどり着くのが精一杯感じだったので <laughs> まあちょもうちょっと頑張ったり渡してみたらと何をあのお勉強のお勉強ですね、はい、お勉強の切除を果たしたいと <laughs> でもまあ戻っても多分サッカーしますよね <laughs> はい多分ね <laughs> <laughs> ありがとうございました、えー、日経ビジネス最新号10月16日号は10月13日以降順次定期購読者の皆様のお手元に届くほか日経ビジネス電子版でも公開されます 10月16日月曜日には一部の書店やキオスクでお買い求めいただけますぜひお読みいただければと思います改めて西岡さん考慮お疲れ様でしたありがとうございました